ベリーズ工房10周年、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は、うん、あのヒッピーさんに、うん、今日お渡ししたいものがありまして、何でしょう。あのベリーズ工房10年経ったということで、うん、まあこれまでの間にたくさんの人に応援をしていただいたんですけども、うん、その中でも最も、うん、熱くベリーズ工房を応援してくださった、はい、ヒッピーさん、はい、今日はお渡ししたいものがあります。なんすか。こちらです。ちゃ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 じゃん。キャーアイドル、アイドル、はい、こちらはですね、はい、このアンバサダーという、うん、はい、あのベリーズ工房の公式アンバサダーとして、はい、いいの、はい、認定証を今日は持ってきましたということで、これをちょっと読みたいと思います。はい、読めますか。読める漢字とかあるけど読める貢献功労で OK 読ませていただきます。読ませていただきます、はい、認定証ヒッピー殿、あなたは10年間にわたるベリーズ工房のアーティスト活動において大きく貢献されました、うん、これまでの功労に感謝し、ここにベリーズ工房公式アンバサダーとして認定いたします。今後より一層の活動、宣伝活動に全力を注ぐことを命じる。より一層ね。あ、より一層です。了解です。2014年5月26日ベリーズ工房、はい、わー、ありがとうございます。ありがとう、わー、嬉しいです。ということで、これを受け取ったということで、はい、今後もより一層ベリーズ工房熱く盛り上げてください。よろしくお願いします。もちろんです、もちろんです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ますます頑張ります。いや、ますます言ってね。頑張ります。その7人の色の剣のやつ、はいはい、夢の架け橋、夢の架け橋、架け橋、はい、書きます。書く、書く、ブログ書いてください。その架け橋、僕レインボーっていう曲を実は作ってるので、はい、その架け橋になればと思って、嬉しい、ぜひお返しで。ありがとうございます。かわいい、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 めちゃめちゃかわいい。レインボーと言いつつピザなんだけど、そう、ジャケットはかわいい、ありがとうございます。ぜひ聴いてください。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。またお会いしましょう。はい、お会いしましょう。ありがとうございました。